アーセナルにはアレクシス・ナカグロ・サンチェスや新海のアレクサンドル・ナカグロ・ラカゼットなどトップレベルのアタッカーが背負っているが、重要なのは MF メスとナカグロ・エジルのコンディションだ。彼ら前線の先手をカツカスのハエジルの仕事で、こう調べときのエジル果てがつけられない。エジルが高パフォーマンスを必要すればコロシカとラカゼットら前線の先手も活躍できるはずで、エジルのコンディションはアーセナルにとって重要なポイントだ。エジル、クローズ、ミュラーだって W 杯が危うけんだ。しかし、これまでエジルはシーズンと中に急に調べ降落とすことがあった。プレミアリーグの日ほどが厳しいことも影響しているだろうが、シーズンの半ばで全組立ちたなくなってしまうというケースも珍しくない。スカイスポーツもこれをエジルの悪い部分と即えており、2016-17 シーズンは重要なゲームで勝えてしまうことが高かったと指摘。キキハよりやステー感あるパフォーマンスを見せるべきとも調している。さらにエジルとクラブのちぎり役は2018年までとなっており、同メディア派、現在のちぎり役を延長してアーセナルに残るにしても、ビッグクラブに渡る席するにしても危機派大部区に改善する必要があるとも調しており、エジル派コロミがビッグクラブにふさわしい存在であることを聞きかえめて明かし明らする必要があるだろう。アーセナルにとってもエジルの同期派重要で、危機再びトップ4、さらにリーグ制覇を名ビスに派ドイツの天才司レイトーに振る稼働してもらわなければならない。危機チャンピオンズリーグの戦意がないことは多少エジルの負担を軽減させることになるはずだが、エジルはシーズンを通して活躍できるか。トトプーワセワオドマガジンエジプ。アーセナルにはアレクシス・ナカグロ・サンチェスや新海のアレクサンドル・ナカグロ・ラカゼットなどトップレベルのアタッカーが背負っているが、重要なのは MF メスとナカグロ・エジルのコンディションだ。彼ら前線の先手をカツカスのハエジルの仕事で、こう調べときのエジル果てがつけられない。エジルが高パフォーマンスを必要すればコロシカとラカゼットら前線の先手も活躍できるはずで、エジルのコンディションはアーセナルにとって重要なポイントだ。エジル、クローズ、ミュラーだって W 杯が危うけんだ。しかし、これまでエジルはシーズンと中に急に調べ降落とすことがあった。プレミアリーグの日ほどが厳しいことも影響しているだろうが、シーズンの半ばで全組立ちたなくなってしまうというケースも珍しくない。スカイスポーツもこれをエジルの悪い部分と即えており、2016-17 シーズンは重要なゲームで勝えてしまうことが高かったと指摘。キキハよりやステー感あるパフォーマンスを見せるべきとも調している。さらにエジルとクラブのちぎり役は2018年までとなっており、同メディア派、現在のちぎり役を延長してアーセナルに残るにしても、ビッグクラブに渡る席するにしてもキキハ大部区に改善する必要があるとも調しており、エジル派コロミがビッグクラブにふさわしい存在であることを聞きかえめて明かし明らする必要があるだろう。アーセナルにとってもエジルの同期派重要で、危機再びトップ4、さらにリーグ制覇を名ビスに派ドイツの天才司レイトーに振る稼働してもらわなければならない。危機チャンピオンズリーグの戦意がないことは多少エジルの負担を軽減させることになるはずだが、エジルはシーズンを通して活躍できるか。トトプーワセワオドマガジンエジプト。